はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。はい、行きましょう。日本経済新聞でございまして、13日ですね、今日の17時8分と言いますから、まだ2時間は経った17時8分経ったか、2時間半ぐらい経ちましたね。危うい黒田円安 3.0、 次の節目財務官時代の135円台という有料記事でございまして、これ開けてしまいました。開けてしまった、開けたとか貼ってます。金融政策市場エディター大塚節夫さんという方が書いてる。はい、円相場が20年ぶりの安値圏に突入した。米国金融引き締めや日本の経常赤字懸念の中、日銀の黒田春彦総裁が金融緩和姿勢を堅持しているためだ。黒田氏が異次元緩和を進めていた2015年6月のアベノミクス下の安値、1ドル125円86銭。そんな時あったんですね。7年前。あんまり覚えていないな。あんまり覚えていないな。なんかね。を下回った今、ちょっと待ってよ、でも1ユーロが140円ぐらいで買われましたね、その時ですかね。高いなと思いましたもん、ほんまにユーロ買うのが。下回った今、次の大きな節目は2年につけた135円、になる02年。02年っていうのは私が40歳の時でしたね。40歳の時何があったか、いい職務働いてましたよ、広告屋として。あの頃は為替には全く関係ない仕事をしてましたんで、全然興味なかったですね。40歳でしょ、海外旅行ももう行ってないですからね。そう、この時135円やったんですか、全然。まだもう仕事いい職務しましたよ。まあ、確かね、あのマンション安い時ですよ、02年っていうのは。実は02年当時、黒田氏は為替政策に直接の責任を持つ財務官の任にあった。財務官と日銀総裁、立場は違えど、黒田氏が重要な役割を担って進んだ黒田円安はこれで3度目になると。そういうこと。なるほどね。02年当時、円安は日本の苦境を救う数少ない処方箋とみなされていた。02年って確かにちょっと景気は悪かったんですね。でだから円安の方がええ。あの時まだね、02年ってね、まだ20年前でしょ、まだ日本ってね、輸出系の企業がまだちょっと元気やったんですよ、今よりね。いわゆる自動車、電気関連、コンピューターもあったかな。半導体もそうですね。半導体も当時日本は作っていたんちゃいますか、まだ。で、輸出していたんちゃうのかな。今でも多少はやってますけどね。バブル崩壊後の金融危機を経て、喫緊の課題は不良債権処理の促進とデフレへの対処、不良債権処理の痛みを和らげ、デフレに立ち向かうには円安誘導、円安放置しかない、そんな空気が漂っていた。だからこの黒田のおっさんね、その時の記憶でね、円安はええもんやと思ってるんちゃいますかね。でもその2002年当時とね、今の2022年で20年経ってね、日本経済の中身でだいぶ変わってますから、円安はね、日本経済にとっていいとは限らないんですよ。まあ円安は円安でいいも悪いもないっていう議論もありますけどね。ちょっと飛ばしまして、黒田氏は財務官として円高の修正過程といった表現で円安を容認する姿勢を示した。1999年から2000年頃は100円から115円程度の水準で積極的に円売り介入を実施し、01から02年になると120円近辺でも介入に動く場面が見られた。この頃は財務省で言ったのかな、大蔵省が名前忘れましたけど、為替介入してたんですよね。
135円までって、135から140の間、当時の為替ディーラーらは盛んに米国側の姿勢も睨みつつ、黒田氏らが持つ許容レンジを背踏みしたと。そうか、そら知らんかったわ。このおっさんそんなことやってたんや。若いというか今から20年前に。若くもないか、もう50を過ぎてたような気がしますけどね。うん。15年、黒田氏が日銀総裁として迎えた2度目の円安局面は、安倍晋三政権の経済政策アベノミクスのもと、円安を起爆剤にした経済を押し上げようとした最終局面に当たる。円安効果が家計や中小企業へと染み渡るトリクルダウンタウンは、なかなか起きる一人当たりの賃金上昇は不十分なままに終わったと。そう。だからもうそろそろね、あれやめたらええねん、その金融緩和を。当時は原油安の局面にあったため、輸入インフレに絡む悪い円安論が盛り上がる状況にはなかった。2015年当時ですね。2015年って今から7年前ですね。ちょうど2015年ってね、まあ、マンションがわーっと上がり始めたんですよ。異次元金融緩和第2弾が確か2014年の9月か10月やったんですけども、もうそれってもう一気に2015年は、あれですよ、ものすごいバブルの年でしたよ。あれでわーっと来て、で、一旦沈静化したんですけどね。一旦沈静化したと思ったら、また最近、あれですね、コロナバブルですね、もう最近は。そして今回、円安の痛みを感じやすい経済体質のもと、原油など資源高に根ざす急激な輸入インフレが日本を襲う。円安は良いものという共通理解が崩れる中、円は黒田ラインを明確に割り込んで下落したと。過去2回の円安局面と違うのは、もはや円安誘導や円安放置を政策手段としては取り得ない点である。もちろん為替政策は財務省の専管だが、円安は金利上昇抑止を貫こうとする日銀の金融緩和の副産物という側面が強い。どうでしょう。黒田氏は繰り返す。円安は全体として経済にプラスという認識が問われている。いやいや、プラスもマイナスもないんやけども、俺ら貧しなるね。円安になると。貧しなるね、ほんまに。嫌やわ。問題は一段の円安が再び日本売りの顔を見せ始めるかどうかだと。ある債券ストラジストは海外の投資家との会話で、政府債務の持続性が話題に出ることもあるが、具体的にそれを理由に日本を売りに動く機運は感じられないと語ると。まあ、政府の債務がね、もう GDP220% ですから。最後行きましょうね。経常赤字は日本経済を回す上で国内マネーだけでは足りず、海外マネーに頼ることを意味する。もし円安抑止に向けて日銀が国債買いを緩めると、国債市場で日銀の存在感が薄れることにもなる。その分、資金の出入りが激しい海外勢が相場を左右する度合いが強くなる。円安が国税のような経済運営が続くうち、円安が生じるのはごく一部の輸出企業、円安の恩恵が生じるのはごく一部の輸出企業や海外に資産を持つ富裕層に限られるようになり、日本経済は円安の生かし方も、望ましい為替相場のあり方も見失った。厳しいな。日銀総裁としての最終年度を迎えた黒田氏は、物価や金利だけではなく為替との向き合い方も問われていると。最近こう言ってですね、これはあれですけど、黒田氏に対するこう批判的な論調が増えてきましたね。というのはもう残り1年になりまして、まあ、レームダックではないんですけども、今は悪口言うだって、その自分が何かですね、報復を受けるという可能性が少なかろうというのが一つあると思いますし、もう一つはですね、論調として、何いつまでもこの金融緩和やってんねんというのがあるでしょうね。で、銀行界はですね、金融界は金利差あった方がいいわけですよ。金利差で稼ぐのが銀行業ですから、金利ってちょっと高いぐらいの方がですね、何かと都合がい
いいわけですね。ただ、あの金利が高くなりすぎると景気が悪くなりますけど、なんで、もうええかげんやめえなという空気がですね、支配的になってきてますね、こう金融緩和について。だから、この先1年、まだ1年ありますけども、黒田さんね、割と針のむしろみたいになってくれてるんじゃなくて、もう最近のあのおっさんのですね、いろんな言い方がですね、なんかもう意地張ってるとしか思えませんね。全くとかいうことが対応するんです、うん、もう君の政策今全く間違ってるやろみたいなことをですね、こういやそういう批判をですね、なんていうか多少想定してるんでしょうね。はい、ということで、このに日本経済新聞の開いたところを貼っておきます。危うい黒田円安 3.0、次の節目、政務財務官時代の135円台という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。